タートしました。ほぼ揃いました。まずはすぐ障害があります。先頭わずかにマイサンシャインジャンプしました。並んで障害比越の勢い上で6番の鈴鹿デビアス、まず前に行きます。6番の鈴鹿デビアスが1馬身リードを取って、2番手9番グランソード、直線には2つの障害、1つ目2番のマイサンシャイン先頭ステップジャンプしました。リードは 3,4 馬身取って先頭です。2番手1番のアイファークターが外、内に6番の鈴鹿デビアス並びました。2つ目ジャンプ。その後ですが10番のセレックカズマが外、中に9番のグランソード、内に7番のダノンロスト、この辺り固まっての追走です。5番ホシルミエール、3番のホウオーカーニバル、8番マイネルバッサー、12番テイエムコンドル、4番アーネストホープと続いて最後方11番プレシャスタイム離れて追走。1コーナー回るところでマイサンシャインのリードが詰まりました。1馬身ぐらいになりました。2コーナーカーブに入っています。2番手1番アイファーアクター、3番手インコース6番の鈴鹿デビアス、ちょっと止めようとしている感じがします。7枠2頭9番グランソード、10番スレックカズマが 3,4 番手2頭並びました。7番のダノンロスト、5番ホシルミエールと続いて6番の鈴鹿デビアス、大きく減速止まりそうです。2番手1番アイファーアクター、3番手インコース6番の鈴鹿デビアス、ちょっと止めようとしている感じがします。7枠2頭9番グランソード10番セット。